ちゃいますね。それでですね、まだ説明があるんですけど、最後5番ところですね、荒熊さんの後ダラダラがいっぱい並んでますけど、これララ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 ラっていうところをですね2回やります。普通にあのララ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 ラを、白い貝がラのメロディでやって、もう1回そこのところをひっくり返します。で、ここが一番この曲のポイントなんですけど、最後のララ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 ラヘイヘイがポイントです。ヘイがやりたくてここの曲やってます。そこまではどうでもいいです。今スガジーのショーなんです、皆さん。あ、今度ですね、こういうイベントではなくてスガジーやり方変えたみたいで、今度からこういう芸風なんです、普段は。子供中心にやってるんで。それでは行きましょうね。あの、今日は大人の方ばっかりなんで物語がいいですね。子供も物語は悪いんで、ちょっと陰で蹴飛ばしたりします。森のくばさんバンドというのを組んでます。憎たらしいガキばっかり。バーベキューばっかり食ってるだけです。では頭から行きましょうね。そう、あ、そうそうそう。バーベキューですね。その時に、あの、今日お知らせして。あ、そう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 。あ、後でお知らせします。あ、後でね。ゆっくりお知らせします。個人的に。じゃあイントロからいきます。ワン、ツー、スリー。ありがとうございました。